はい、皆さんこんにちは。セイキン TV のセイキンです。今日はね、皆さんが大好きな綿あめのお話です。まあね、あの綿あめといえばやっぱりお祭りですよね。お祭り行くとね、必ず綿あめ屋さんあるでしょ。ですが、僕は祭りには行かず、家で綿あめ作ります。なぜならば、これが合うから。じゃーん、綿あめメーカー買いました。はい、美味しい綿あめの作り方。水気をここに入れる。割り箸で綿あめをかき混ぜるように集めます。はい、出来上がり。それで綿あめといえば、普通ね、よくあるのは白いやつですよね。だけどうちは違うんだ。うちはこれなんだ、ピンク。さらにさらに緑。そしてそしてさらにまだ来るんだ、ブルーだ。3種類作るぞ。これでカラフルな綿あめを作ろう。こういう仕組みなんだ。計量スプーン付きですね。よし、早速やるんですが、まず準備としてですね、コンセントを挿して、それからスイッチを一回入れます。何も入れないでスイッチを入れます。あん、おお、回り始めた。はい、今ね、空炊きして5分ぐらい経ちました。多分ね、だいぶ温まったと思います。ここ温かいんだよね、すごくね。じゃあ一旦、スイッチを止めて、これで、ザラメを入れてもう一回開始します。よーし、行こう。まずピンクのわたあめ行くぞ。いい、ここにこう入れてと。で、入れたらちょっとね、平らにならさないといけないから。よし、家でわたあめでゴースタート。おーしゃ、うわー、激しい激しい、回ってたから、パチ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 。これでおそらく3分から5分ぐらいでわたあめができ始めますということですね。これ中見えますかね。すごいね、熱くなってんだよね。あー、なんか出てきてる出てきてる。おーおーおお、なんか出てきてる。ほらほいほい、ほら、はあ、ちょっと下手だからダメかな、これダメかなって。あ、ここか、こっから出てくんだ。あーあー、ちょっと待って、難しいね、こういうこと。おいおいおい、え、これ難しいな。なんか伸び散ってんだけど、ちょっと待って、こういうこと。あ、こういうことだ。あ、なんかいいかもしれん。おい、任しとけー。すげえ、わたあめができてきた。いや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 、こういう風にできるんだ。わらわら、大きくなってきたよ。次止まってろよ。いつまで続くな、これは。こんなもんかな。もうほぼ OK だね。さあ、薄ピンク色になりましたね。あんまりものすごいピンクになるわけじゃないんだね。よし、出来たてで食べようね。いただきます。あ、うん、あー、おいしい。よし、次は緑だ。よし、グリーン行くぜ、ゴー。よし、回転が始まった。お、出てきたかな。出てきたっぽいですね。オーケー、いいよ。さあ、再びスタートだ。意外と難しいんだよね。なんか絡まってんだよ。ちょっと絡まってんだよ。うわあ、ちょっと待って、大変大変。やばいやばいやばい。ほらほら、すごいんだよこれ。ここにさ、ここに一回転して飛びつけないのや。あー、しまっ、とりあえずできた。はい、今度はね、緑です。ちょっと緑になってるね、薄緑だね。再びいただきやす。うんうん、あ、メロンだ、メロン、おいしい。うん、甘いね。甘いっす。うん、あのね、出来たてで食べてるからすごいあったかくておいしいんですよ、これふわふわ。よーし、次は青だよー。これで最後だ、ゴー。では行きまーす、ゴー。よーし、いや、これ難しいな。これはちょっとね、あ、こういう感じだ。あ、あー、おお、ほら、どうどう、こういう感じだ、こういう感じ。ほら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 、お、ほらほら、おー、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。あ、
これ、僕回転と逆にやってたのかな、やっぱりこれでしょ。ほらふわふわしてきた、すげえ。これだ、綿飴は。これこそ綿飴だって。同じ量なのにこんなに大きくなってきたよ。まあ大体終わったっぽいね。できたできた、ついに成功した。いやいやいや、ついにできましたよ。これだよ、綿飴は。さっきのはちょっとちっちゃかったね。これですよ。どうでしょう、ふわふわになったね。いただきましょう。あー、全然違う、全然違う。うんうん、これですよ、綿飴は。やっぱりさっきのちょっと失敗してたんだね。全然ふわふわ。うんうん。さあ、極めつけはこれだ。さっきね、最後って言いましたけど、これで最後だ。全部混ぜました。ミックスミックスでゴー。さあ、それではミックスいきましょう。レディーゴー。うわあ、最初ちょっと飛ぶんで、パチ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 。あ、なんかちょっといい感じ、ちょっといい感じ、なんかちょっといいぞ、いい感じだ。はみ出てる、映ってない。お、さらにさっきよりも大きくなってきた。いいんじゃない？ほら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 。どうですか、どうですか。ほら、すげえよ。ちょっと、まあなんだってね、この道35年ですからね。おお、なんか待って待って、なんかすげえ超でかくなってきたんだけど、なんだこれ。何これ、まさか無限に製造されてる状態ですか、これは。できたー、ダーン。いやー、ちょっとね、作る技術がちょっと必要ですね。何回か練習すれば多分ね、できるようになると思うんですけどね。ちょっとコツがいる。少しこう回しながら上の方に持ってって、みたいなね、そんな感覚でしたね。皆さんもぜひお家で綿飴作ってみてください。 See you next time。 ちなみにカメラマンさんが一回だけやらせてくださいって言ったら、もうこのスーパー綺麗にできたよね。なんですかっていう話だよね。私この道ね、30数年やってるんですけどね。ふわふわ、絹ですね、これ絹。ほら、ボールみたいになってんの。セイキン TV チャンネル登録してね。僕のゲーム実況チャンネル、セイキンゲームズ、こちらのチャンネルでは僕セイキンが様々なゲームを実況プレイしています。 PC からご覧の方はこちらのボタンをクリック、スマホその他タブレットからご覧の方は画面の外側の登録ボタンから、ぜひチャンネル登録、そして応援をよろしくお願いします。